こんにちは。こんにちは。スカンドの音島です。高山です。今回は YouTube 第2弾ということで、取扱ブランドを引き続きご紹介していこうと思います。はい。今回からですね、前回第1回8ブランドご紹介させていただいたんですけども、ブランドのおすすめの商品などを、少しずつ何点か紹介しながら、ちょっと数は少なくなるんですけど、何点かブランドさんをご紹介していこうと思います。はい、今回は、スカンダの中でも、アメリカンカジュアルなどの、カルチャーをバックボーンとした大人っぽいテイストのブランドのご紹介をしていこうと思います。はい、はい、ではまず一発目どうぞ。はい、はい、じゃあブラックサインというブランドについていこうと思います。はい、はい、ブラックサインは、1830年代から1940年代の時代背景をバックボーンとしたブランドで、まあ、その時代のミリタリーテイスト、ワークテイスト、まあ、ドレススタイルを現代的に形とした洋服作りを行っております。まあそうですね、結構独特な世界観のあるブランドなんで、一度着ると結構ハマったりするブランドかと思います。はい、はい、まあ、今回アイテムを一つご紹介していこうと思います。はい、お願いします。こちら、はい、はい、ハイスペックサマーシェルフブリーチーズでございます。はい、はい、ブリーチーズパンツは結構ブラックサイのもうマスターピースとも言われているアイテムで、まあ、僕も戸島も何本か持っているアイテムであります。はい、かっこいいですね。かっこいいですね。はい、この独特なシルエットが結構履くと癖になります。はい、はい、元のルーツからでいうと馬乗りジョッキーから来ている名前で、通称ジョッパーズパンツとも言われております。はい、で今回初めてちょっとこのパンツにとこのパンツと高機能素材をちょっと掛け合わせたモデルとなっております。ツインライン ST という素材ですね。このまずすごい軽いです。作りはめちゃくちゃ履きやすいです。そうですね、はい、でストレッチもかなりフィットしています。そして中のポケットもメッシュ素材となっているので、通気性もめちゃくちゃ良くて、まあ、夏でもガンガン履いていただけるパンツかなと思います。結構ハイカットのブーツとか合わせてもかっこいいです。以上です。はい、はい、はい、では続きましてバイグラッドハンドというブランドについてご紹介していきます。バイグラッドハンドは1900年代前半1920年代から50年代のワークウェアや、カーカルチャー、アメリカントイといった、文化にバックボーンがありまして、そういったバックボーンから現代風に、着やすい洋服を展開しているブランドです。オールドアメリカンといったテイストがぴったりなブランドなんですけど、その中から、今季2020年春夏、僕の、おすすめ商品を一つご紹介したいと思います。はい、それがこちらです。アイランドハーフスリーブボートネック、こちらなんですけど、ジャガードと言われる織りで柄を表現した、作りになっており、今の季節感にもちょうどいいハーフスリーブ、ゴブ袖ですね。でとてもこう印象的なんですけども、着用しやすい、アイテムになってます。で同じ生地で、ショーツの方も展開してますので、セットアップでの着こなしもおすすめです。こちらのアイランドハーフスリーブボートネック、このトップスを、使用したコーディネート、ホームページの方でご紹介してますので、URL 貼っておきますのでぜひご覧ください。はい、では次どうぞ。はい、続きましてブルークラシックスです。はい、はい、ブルークラシックスは、まあ、バイク、ホットロッドなどのモーターカルチャーがバックボーンとなったブランドです。はい、はい、まあ実際バイクの車両もバイクパーツなども発売しているところなんですけど、まあ、そのカルチャーが
落とし込まれた洋服やジュエリーなども多く展開しております。まあ、そのブルクラシックスからおすすめのアイテムを1個ご紹介していきます。こちらネイティブショートスリーブ T シャツです。はい、はい、デザインはフロントにこうネイティブアメリカンのプリントがされているデザインなんですけど、結構ネイティブアメリカンは結構ここがイーグルになっていることが多いんですけど、今回はエゾフクロウという北海道のフクロウがデザインとなっております。デザイナー自身北海道出身なので、ちょっとこういうところにそういうギミックも入っております。はい、はい、まあ、アメリカの USA コットンで柔らかくてすごい着やすい生地になっております。はい、こういうキスも結構ブルドッグで可愛いです。はい、ブランドのアイコンマークのブルドッグでこういうキーフックなども展開しております。手錠になってます。ちょっとこれはガルシアというジュエリーブランドのダブルネームなんですけど、まあ、その、ジュエリーブランドも後ほどご紹介しようと思います。はい、はい、はい、では続きまして、はい、ルイスレザーです。はい、早速、高山着用しておりますが、ルイスレザーズ、スカンダで取り扱いしてます、レザージャケット、ライダースジャケットのブランドさんです。はい、こちらは1892年、スタートした、カオジャンのブランドなんですけども、当時はこう洋服作りから始まったブランドさんでして、その後イギリス空軍に、レザージャケット、ライダースを下ろし、現在ではこうバイク乗り、もちろんファッションとしてもそうですし、いろんな方面で、人気のブランドさんでございます。まあ、今回は、ちょっと人気の2方だけご紹介させていただこうと思います。はい、まず1つ目がこちらですね、ライトニングというモデルです。まあ、このライトニング、ルイスレザー革ジャンなど見てる方は名前聞いたことあるかもしれませんが、一番インパクトのあるデザインとして人気で、こうポケットが4つ付いてたり、後ろのバックヨークと言われるこのパーツですね、この切り替え部分とかっていうところがまたかっこよく一番人気のモデルになってます。はい、そしてもう一つがサイクロンというモデルです。はい、このモデル、うちの高山が着用しています。はい、私物です。はい、サイクロンというモデルなんですけど、まあ、先ほどのライトニングとの違いで言えば、ちょっとこうポケットが、1、2、3、先ほどライトニング4つあったんですけど、まあ、ここが1個減ってたり、ちょっとバイクのタンクを傷つけないためのウエスト部分にフラップがついてます。で、はい、後ろ見てください。はい、後ろは先ほどのヨーク部分がなくなり、縦にスリットの入ったデザインとなってます。こういったライトニング、サイクロン、二方、人気のブランド、人気の形ではあるんですけど、他にも、レザーの種類だったり、ライニング中の生地、パッチの形やジップテープのカラー、他にもいろいろ選べますので、これはまた、別の機会にご紹介していこうと思います。はい、そして本日最後のブランド紹介に参ります。最後は、ウエストコーストシューカンパニー、ブーツブランドです。前回の YouTube でも、第1回の時にウエスコ金沢として、ウエスコの、金沢の店舗をやらせていただいてるっていうふうに、ご紹介させていただいたんですけれども、ウエスコというブランドは1918年に、スタートしてまして、もう100年を超えた歴史を持つ、ワークブーツのブランドです。まあ、様々なモデルがあるんですが、エンジニアブーツ、レースアップブーツ、ドレスシューズ、いろんな形でいろんなレザーのカラーで、細かいところまで、ギミックを選択して自分だけのブーツが作れるブランドさんになってます。中でも人気なのが、エンジニアブーツの中ではこちら、ボスと言われるモデルです。
まあ、もちろんワークブーツとして、ビブラム社のソールを使用しています。で今回はこれブラックのスタンダードな、ボスなんですけど、いろんなパーツがカスタムできるので、これはまた、次の機会にご紹介していこうと思います。はい、そしてもう一つ、レースアップブーツの中でも一番人気がこちらジョブマスターと言います。はい、ウエスコ100年を迎えてからこちらのロゴが入っております。でジョブマスターとはこれもう名前の通りですね。さあどういう意味でしょう。まあ、あれですね、キングオブワークブーツですね。そうですね、ジョブマスター、仕事のマスターです。はい、僕も入ってます。はい、はい、まあ、こちらのジョブマスター、レースアップ、この紐付きのモデルで一番人気になってます。でこちらももちろん、いろんなカスタムのパターンがありますので、また、ゆくゆくウエスコの回を作ってご紹介していこうと思います。はい、はい、はい、今回は以上でございます。はい、はい、次回はジュエリー、アクセサリー、あと、ベルト、スニーカーブランドのご紹介していこうと思います。はい、ではまた皆さん次回お会いしましょう。チャンネル登録などよろしくお願いします。お願いします。